どうもー。今日は水曜日なんで、えー、お酒を飲みたいと思います。えー、っとですね、今日はね、このビールですね、えー、札幌、札幌ビールのクラシックですね、札幌ビールのクラシック、これを、えー、飲みたいと思います。実はこの札幌のクラシック、このビールはですね、お客さんから、えー、いただきました。なんかこう、お土産でこう頂い,いたんですね。 北海道にに出張というかか遠征に行かれてですねアスリートの方なんですけどもそれで僕にこう買ってきてくれたということで,、えーっとですね、6缶パックの,、ねえー、このクラシックビールを、ね、350の、ね、これを買ってきてくれて、えー、飲めるということで冷やして飲んでくださいって言ってくれたはってもちろん冷やして飲もうと思ったんですけども。 そして飲ませていただくとそれでまずこの、えー、ウコンですねウコン飲んでないんでこの肝臓エキスのウコンもちょっと飲み、えー、このビールで流し込みますあーあーうまいあーうまいですねああなるほど僕結構ねあの札幌ビールのあの黒ラベル好きや あったんですよねで結構黒ラベル飲んでた時期あったんですけどスーパードライその後にスーパードライがやっぱおいしいと思うようになってそっからえっ、ー、とまあハイボールにこう移っていったっていう形があるんですけどもこれ美味しいですねクラシックねこれねこれどうなんですかね北海道しか売ってないんでしょうかそんなことないですよねなかなか美味うま、ん、いで北海道の 例えば居酒屋とかそういうところでこう生ビールを飲むときにこっちやとねえドライとかまあキリンとかいろいろねえ恵比寿とかあると思うんですけどもほとんどが北海道の場合はこの札幌ビールのクラシックらしいですねクラシックが出てくるということですこれ美味しいでそのお客さんすごいありがたいんですけどまああの何人かねこうまあ 差し入れとかねそういうのを頂けたりするんですけども、えー、だから北海道遠征行かれてですねほんでまあお土産でビールをまあまあ買わはる時にね何人か言いはったと思うんですけどもその中にうち僕にね買っていったろうって思ってくれはったことがすごくこう嬉しいなと、えー、思いました。まな、あ、なかなかねその お店行ってるお店にお土産を買っていこうっていうこう気持ちになかなかなりにくいかなと僕なんかちょっと思ったりするんですけどもそれをこう思ってくれるのはすごくこうありがたい非常にこう嬉しいですねだからこのビールの美味しさもさることながらこのその気持ちが嬉しいとそれによってこう美味しく感じるっていうのもプラスアルファねビール自体美味しいですけど。 うん、おいしいそして、えー、これと一緒に作ったのがハイボールですねハイボールこれティーチャーズのハイボール、えー、ラフロイグ、えー、クォーターカスクはまだちょっと買ってないんですけども、えー、今月中にね買いたいとは思ってますけどあうまい,う,まいうんおいしいですねで今日はね、えー、ちょっとしたつまみが結構こういろいろあるいつものように えー、しそにんにくとオリーブの実とキムチこれはいつものね、えー、このあてなんですけどもこれで、えー、みりん干しこれサンマかな,なんかみりん干しですねこのみりん干しとこれはこれで美味しいそしてこちらが枝豆ということでこの枝豆がですね冷凍枝豆とかではなくてですねえー、と新鮮なお野菜をね家まで配達してくれるそういうサービスがあるんですけどそれをこう頼んでて その、えー、おまかせセットで言ってこう何千円かでおまかせでこう届けてくれるっていうのがあるんですけどその中にねこの枝豆が入ってたんだ,だからかなり新鮮な枝豆やと思うんですけどだから、えー、今日届いてみてほんでこれ茹でたんですね茹でて上に天然汁をかけてほんでこれもいただくという形ですね。そそれとですねその えー、以前にそのまあ、えー、お店が持ってきてくれた中にレンコンがあったんですそのレンコンでね、えー、まあまあ、えー、家族がですねこのレンコンでこう甘辛煮みたいな感じのきんぴらですねレンコンのきんぴらを作ってくれたこれも食べれるということで今日はねこうちょっと合成というかいろいろ揃ってるんでもうこれだけで楽しめるなというような感じをこうしておりますということですね、うん、でですね まあ、えー、8月ね8月終わって9月入ってますけどもねこうオリンピックが終わって高校野球が終わってパラリンピックが終わってこれから今度の日曜日12日かな、えー、あれですね,大相,撲ですね大相撲が始まる先週もちょっと喋ってましたけど大相撲が始まるんでこれは楽しみだなというところですね。うんで 野球ですね僕は阪神ファンなんですけども野球が阪神がねちょっと調子悪いうん、調子悪くて、えっとですねあのー、3位に1回落ちたんですねほんでそこからまあまあちょっと練習して巨人に練習してまた1位に戻ってますけども非常に不安定な状態で、えー、クライマックスはねちゃんと1位でこう優勝してクライマックスにこうの進んでほしいですねで有利な状態でですね、えー すい,ませんいきなり今タイマーがこうかかっててこう止まりましたけども、えー、だから、えー、そのクライマックスね、阪神のね、クライマックスをですね、えー、1位で通過する、優勝して、ほんでクライマックスを迎えて、有利な状態で、えー、戦って、なんとか勝って、日本シリーズにこう進んでほしいというふうに思っております。で日本シリーズでどうなるか、まあ、パ・リーグはもうかなり強いんでね。 えどこまでこう阪神がやれるかっていうところであるんですけどもせっかく阪神、今年調子いいんでですねえやっぱり日本シリーズ出てほしいですね。で、日本シリーズでまあどうなるか相手ね、パ・リーグはちょっと強いんでね、特にソフトバンクに阪神弱いんでね、あのなんとも言えないですけどもえぜひ日本シリーズ出てで,できたら日本一になったらこう最高なんですけどね。 そうね日本一になるチャンスというのはなかなかないんでね是非こうなってもらいたいなと思いますちょっと鼻がなんか酒飲んでこう1週間飲まなくてん 言ったら5日間飲まなくて、えー、この水曜日でお酒は、ね、飲める状態なんですけどもそうするとなんか鼻がバー出てきたりとかこうしょうるんですねなんかこう急に血流がぐっとこう上がってこう鼻が鼻水が出てくるとかね、えー、そういうことがこうあるんですけども、うん、まあまあそれはいいとして、うんまあ、スポーツ観戦がこうちょっと楽しみだなというところですね、うんまあ 今日久々にちょっとこう昔こう一緒にこうえまあ生態の勉強とかねえスクールに行ってた人からこうちょっと連絡あってこう今どうやみたいなこう話してたんですけどもえその方もお店やってて結構去年はちょっと。 大変やったけど今も順調にいってるっていうことでさすがだなぁと思ってましたで僕もこう意外とこうコロナの影響もしかしたら受けてるんかもしれないんですけども売り上げ的にはこうそんなにこうえ下がってないですね去年 去年比、去年と比べて去年の4月と今年の4月今年去年の5月と今年の5月って比べていくとずーっと売り上げ上がってたんですけども、えー、8月に関してはねちょっと下がりましたね、えー、8月は下がっちゃったということでん下がったな下がってもうたとうとう下がってもうたなと思ってたんですけど9月もねこれからどういう状態になるかでよってこう変わりますけども えーまあ、そこはお客さん信じてというか、ね、まあリピーターさんはそれなりにこうサービスのそういう質とかねそういうものは分かっていただけてると思うんでですねまあ静かに僕は待ってるしかないかなと、うん、こっちはこうジタバタしてもしゃあないんでね、えー、その感じでいくっていうことですね、うん、まあ、うん、こういう時期もありますわね言うてもね、うん やっぱり派手に金使ったりとかそういうことしてなくてこう地道にお金をこうプールしておくっていうのがですねこういう時にこう生かされるかなというふうにこう思いますね。ほんでこう売り上げがこう下がってるんであれば下がったなりのこうお,金お金のこう使い方であったりとかちょっと絞っていくとか絞ってそれでもこうえそれなりにこう あんまり急急に詰めすぎてもですねこう精神的にしんどいんでですね、えー、緩めるとこは緩めるんですけども、絞れるとこは絞ってっていう形で、こうなんとかこう乗り切っていくという形ですね。えー、それに加えて、新たなものをこうちょっとこう挑戦していくっていうことですね。そういうことをやっていけばこういいかなというふうにこう考えているというところですね。うん、ちょっとハイボール飲みます。 今週で僕言うとですねまあえー、お店のね売上的にはそこまで大したことなかったですけども自分のやってる活動的にはそこそここう自分の中で満足してるというかそれなりにあなんとかここまでこうできたなっていうその活動的に言うと自分ではうんそうかここまでまあしんどい思いしてやらなあかんかあかんようになるかなと思ったんですけど意外とねこうそこまでこうストレス感じることなくね えー、その何かをこう取り組む時はねちょ,ちょっとストレスかかるんですけどもやり始めるとまあまあ意外とねこうできたなというところで、えー、自分の中ではこう満足というかまあまあでこれでこれぐらいの量をこう余裕で余裕を持ってこうできるようなこれぐらいの作業今やってる作業をねできるようになるとですね次のまあステップ、えー、踏めるかなというふうに思っております。それと、えー、空手ですね 空手がとうとうこう次のステップ入りましたね。次のステップっていうかまああの型、ー、ですね。新しい三盛湯っていうね型を今覚えているというか教えてもらったんですね。えー、昨日初めてね三盛湯だから。えー 7種類ですね空手7種類までこう今んところマ,スマスターっていうかまあ一応ねこう動きできるやつがこの7種類あってですね、えー、次の新しい方いつこう教わっていくんかなと思ったら昨日ねじゃあ次の賛成を教えるわっていうことで教えていただいてもちろん動き何もこう頭に入ってませんけどもですね、えー、一つ一つのこう動作に関してはですねそこまでね、えー、ややこしい動きがあるわけではないんで、えー、一つ一つをしっかり しっかりとやりながら、流れ,流れをね、しっかりこう掴んでこう覚えていくということですね。ほんで、精度を上げていくということで、まあえー、新しい型を覚えていってこうやっていくのと同じ流れでまたこう、うん、やっていくということですね。じゃあ、8種類目の方と、えー。50類の方、えー、はね、十何種類多分あると思うんですけども、えー、やっと8種類目。 これからどん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 覚えていかなあかんのでね。で中国のね、えー、いろんなこう技法,技法をやったりこう動きとかそういうのも教えていただけるんでですね、えー、どんどんこう覚えていってね、えー、さらにこう上をこう目指す。で僕の中でねやっぱりこう空手、えー、言ったらこう素手の動きだけですよね。でここにこう某術ってこう某、えー、木刀とかねそういう 剣とかね、そういうものを使う動きも先生教えておられてですね、えー、そこも僕ちょっと参加参加というかこう、えー、できたら覚えていきたいなと思ってるんですけどもどこでどのタイミングでそれもちょっと教わりたいんですけどって言おうかなと思ってるんですね、うん、ちょっと月謝は上がると思うんですけどもん今まあまあまあ,あの空手のその50の空手だけでもまあまあえー、まあまあ お腹いっぱいというか、うん、それを必死にやってる状態なんでそこに加えてその棒,棒術ですねいろんなそのただその棒切れなんやあの木刀やなんやいうのがこう使えるようになるとこうまあまあ攻撃の幅いろんなこう場面でこうね、えー、自分を守る、うん、まあまあ武道は大切な人をこう守るっていうことやと思うんですけども、えー、そういうこともこう。 えー、そういうものをこう準備しておけばねある程度は防げる状態になるかなと思うんで、うん、そうですね、うん、だからその辺の、えー、ものもこうちょっと身につけていきたいなと、えー、さらにこうレベルアップですね、えー、だから素で素手というかねその この拳だけでいくんではなくてですねえ道具も使ってそれもこう使いこなせる状態にこうえ持っていきたいなというところでえその危険なことは別にするわけじゃないですけどもえ自分が何かあった時にこうちゃんとこうそこからこうね脱出できるようにねえするためにそういうものをこう身につけてですねえ万全な状態をこう作って た方がいいかなと、うん、別えー、何もないんですけどもそういうやっぱりその強さのねその追求というかねその、えー、体もねその体の使い方もねどん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 こういろいろとねこう覚えていってさらにこう高みを目指していかなあかんのですけどもえーまあ、道具を使ってもこうできるというところも行きたいなというところですね。うん だ剣道とかそういうところになるとまた大変また一からやりだ大変なんでそせっかくね昇進会館で教えていただいてる教えておられるんでねえそこはこう月謝プラス何本なのかな1,000円か2,000円かわかんないですけどプラスしてもこうちょっと身につけていくのも一つねこういいかなと思います。 こういうのはまあきりないんですけどもそのどん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 またもっともっとっていう自分のね、えー、もっとこう欲張りというかね欲張りなところがあるというところなんで、えー、それは身につけていこうかなというふうに思っています、うんまあ、木刀を使ってこういろいろねこうできるようになれば、えー、かなりこう、えー、自分の身は守れる状態になる とかそのその時一緒にいた人間をこう守ることはえかなりできやすくなるかなと思うんでえその辺ねえやっていってもいいかなと。もちろん先生はこうやる気があるんやったらということで教えてくれはると思うんであとはこっち側がこう あんまこう中途半端な感じでこう言うんではなくて、しっかりこうやりたいっていう気持ちでやっていくっていうことですね、それをこうお伝えするということをこうしないといけないので、まあ今年うーん今年いっぱいぐらいまではまだ言わないかな、来年入って1月ぐらいになってそういうのをこう伝えていってもいいかなというふうに自分の中でちょっと思ってると、今ちょっとこうそういうふうに思ってるとう 武だからそういう棒術、うん、そういう棒を使うえ技術剣を使うね技術も覚えながらそして古武術古武道の方もこう今、まあ、本買ったりしてるんでその辺なかなか読めてないんですけどそれや読んでまたその訓練もいろいろやっていってということでで,できればね僕はこう家の中でね、あのー、空手の方でもそういういろんなこうトレーニングとかねそういうのができる部屋がね こうある状態をこう作りたいなというふうに思ってるんですね今そういう場所がない、うん、その、えー、自由にその肩をこう動肩を動けるようなね、えー、360度蹴りをこうやったりするとこう蹴りが上がってくるっていうでそういうのをやったりそういう場所がちょっとこう狭くてできないで外でやるってまあ外で うん、できってまあ、それはそれでいいんですけどもそのできればその雨が降る天候関係なくこうできる状態をこう作りたいんでですね、えー、なんとかそれをこうしたいなとで、えー、そのためにはお金を稼いでですねそのそういう場所を借りる状態でそこでもお店も一緒にこう。 そこでこうオープンしてしまうぐらいのね、えー、ことができればいいかなというふうにこう思ってるんですね。そのためにはこう、えー、お金を稼ぐ、マネタイズをするこうものを作っていかないといけないんで、えー、そこもこうちょっとこう集中してやっていかなあかんなと、集中していくかこういろんなことをやらなあかんので、一個だけに集中するわけにはいかないんですけども、そこはこうエネルギーを高めてねいろんなことをできる。えー エネルギー状態を自分で作ってですね、えー、それでやっていくということですね、うん、それをこうやると、うん、もうそれをやり遂げてこそね自分がこうありたいという、えー、状態にこう持っていけるだろうからね、えー、ぜひぜひこうやっていくというところですね、うん、あーやっぱちょっとだいぶ涼しくなってきたなと思ったけど暑いですね、うん ということで、まあ、だらだら喋ってますけども、うん、この辺でね、終わって、今からね、えー、逆転人生、えー、月曜日の、ね、逆転人生、録画してるんでね、えー、それを見てこう、ちょっと気持ちにこう気合い入れたいなというふうに思っております。ということで、えー、以上となります。ありがとうございます。